スフォリアテッラスフォリアテッテ、スフォリアテッラまたはスフォリアテッラはイタリアナポリ地方の名物の焼き菓子その名称はイタリア語でヒダを何枚も重ねたという意味を持つアマルフィ地方の修道院が発祥であるとの説があるスフォリアテッテは複数形貝殻をかたどったヒダが何層もあるパイ状の生地の中にリコッタチーズカスタードクリームや アーモンドクリーム等を入れ、オーブンで焼き上げる。パリパリとした非常に硬い焼き上がりとなるが、美味。ナポリ以外でも、イタリアを代表する歌子として高級レストランのデザートなどに登場する。スフォリアテッラは17世紀、アマルフ海岸に面した、サレルノ県コンカデーマリーニにある、リマの清涼さ修道院で生まれた。その誕生は極めて偶然だった。ある日のこと、 修道院の厨房にあるセモリナ子が痛みつつあった。これを見つけた、厨房係の修道所は、それを捨てる代わりに、乾燥果物、砂糖、リモンチェットを少量ずつ加えることである案を得た。そして出来上がった案を包むため折りパイ生地の先端部分を利用し、案を詰めたパイを高温のかまどに入れた。出来上がった、この菓子は、修道所たちや修道院近隣の住民の間で、 とても人気となり、修道院にちなんで、サンタローサと呼ばれるようになった。1818 18年、ナポリ人、パスクアーレ・ピンタウロが、経緯は不明ながらそのサンタローサの秘密のレシピを手に入れた。彼はレシピに軽いアレンジを加え、新しく会の形に作ることを思いつき、今につながるスホリアテッラを生み出した。現在でも、彼の菓子屋は、営業の仕方は変わってしまったが、 200年前と変わらず、ナポリのトレド通りに店舗を構えている。ありがとうございます。